こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。知っている方もいらっしゃるかと思いますが、当チャンネルの投稿スケジュールをお知らせします。以下の通りです。スケジュール。火曜日、童話、19時。水曜日、シリーズ小説1、19時。木曜日、短編小説、19時。金曜日、シリーズ小説2、19時。土曜日、 短編小説または童話、15時。日曜日、世界の偉人または総集編、15時、ランダム。著作権が切れている作品のリクエストをお待ちしています。お気に入りの作品を教えていただければ、朗読動画をお届けします。心が疲れた時、少しの間、ここで心を癒していただければと思います。このチャンネルでは、 心を癒すための物語をお届けしています。今夜はグリム童話の世界へご案内します。画面の背景には穏やかな風景を映しています。静かな時間を感じながら周りの生活の音にも耳を傾けてみてください。その音とともに私の語りがあなたを癒しの物語の世界へと誘います。 それでは、ゆっくりと物語に身を委ねてください。チャンネル登録、高評価、いいねボタン、よろしくお願いします。本編を始めます。トゥルーでおばさん。現代語訳、リラックスストーリーズテレビ。昔、わからず屋の女の子がいました。両親が何かを言っても、 彼女は言うことを聞きませんでした。どうやってうまくやれるのか、誰にもわかりませんでした。ある日、その子は両親に言いました。トルーデおばさんの噂をたくさん聞いたことがあるわ。いつかその人のところへ行ってみよう。その人についての噂がどれも不思議で、家の中には奇妙なものがたくさんあると聞いたから、 ぜひ知りたくなったの、両親は断固として禁じて、トルーでおばさんは悪い人だよ、悪いことをするんだ。もしお前が行くなら、もう家の子じゃないよ、と言いました。しかし娘は両親の禁止に耳を貸さず、やはりトルーでおばさんのところに行きました。娘がやってくるとトルーでおばさんが聞きました。お前は、 どうしてそんなに青いをしているんだい娘は体全体を震わせながら答えました。見たものが本当に怖かったの。おばさんの家の階段で真っ黒な人を見たのよ。それは炭を焼く男さ。それから緑の男も見たわ。それはカ人ドだよ。その後に血みたいに真っ赤な男に会ったわ。それは 獣を殺す男だよあ,あ怖かったわ、トルーデおばさん。家の窓から見たら、あなたではなく、本当にそう思うんだけど、頭が火で燃えている悪魔が見えたの方。じゃあ、お前は本物の衣装の魔女を見たんだね。私はお前をずっと待っていたんだ。もう長い間お前が必要だったんだ。 お前に光をもらおう、そうしておばさんは、娘を一塊の木材に変えてしまい、それを火に投げ入れました。そしてパーと燃え上がると、そのそばに座って温まり、なんとも明るい光だわい、と言いました。このチャンネルでは偉人や童話、小説、 謎などリラックスできる話題を取り上げています。どこのチャンネルかわからなくなる前にぜひチャンネル登録をお願いいたします。チャンネル登録、高評価、お願いします。フィッチャーの鳥。昔、貧しい男のなりをして物恋をして家へを訪ね、綺麗な娘をさらう魔法使いがいました。 男がどこへ娘たちを連れて行ったのか誰もわかりませんでした。というのは、娘たちは二度と見つからなかったからです。ある日、男は綺麗な娘が三人いる男の家の前に現れました。男は貧しい体の弱そうな小敷のように見せて、中に施しのものを集めているかのように背中にカゴを背負っていました。 男は少し食べ物をくださいとお願いしました。一番上の娘が出てきて、パンを一切れ渡そうとしました。その時男はただ娘に触れただけで、娘は籠に飛び込まされました。すぐに男は大股で急いで去り、娘を暗い森の真ん中に立っている自分の家に運んでいきました。 家の中はすべてが豪華でした。男は娘が欲しいものを何でも与え、ねえ、くん、君は僕のところできっと幸せだろう。君が望むものを何でももらえるんだからね、と言いました。こうして二日、三日経つと男は、僕は旅に出かけなくてはならない。ちょっとの間くんを一人にしておく。さあ、 家の鍵だよ。どこへ行ってもいいし、何でも見ていいよ。ただ一つの部屋はダメだ。そこはこの小さい鍵で開くんだが、そこに行くと君の命を取ることにするからね、と言いました。男は卵を一個渡して、その卵を大ごとに取っておいて、いつも持って歩いてほしい。それをなくしたら、 大きな災難が降りかかるんだから、と言いました。娘は鍵と卵を受け取り、何でも男の言うことに従うと約束しました。男がいなくなると、娘は下から上まで家をぐるっと回り、何でも調べてみました。どの部屋も金銀で輝き、娘はこんなに華やかで美しいのは見たことがないと思いました。 とうとう禁じられた部屋の戸に来て、娘は通り過ぎようとしました。しかし、見たくてたまらなくなりました。鍵をよく見ても他の鍵と同じように見えました。娘が鍵穴に鍵を入れ、少し回すととはパッと開きました。しかし、部屋に入った時、娘は一体何を見たのでしょうか 部屋の真ん中に大きな血だらけの鉢があり、その中には死んでバラバラに切られた人間が何人も入っていました。すぐ近くには台木があり、その上に光っている斧が置いてありました。娘はひどく驚き、手に持っていた卵を鉢に落としてしまいました。卵を取り出して血を拭いましたが、無駄で、 血はすぐににじみ出てしまいました。洗ってもこすっても取ることができませんでした。まもなく男が旅から戻り、早速鍵と卵を返せと言いました。娘は男に渡しましたが、渡しながら震えていました。男は赤い染みを見てすぐに、娘が血の部屋に入ったことを知りました。 君は私の意志に背き屋の部屋に入ったのだから、君の意志に背いてそこに戻ることになる。お前はおしまいだ、と男は言いました。男は娘を投げ倒し、髪を掴んで引きずり、台木の上で頭を切り落とし、バラバラに切ったので血が床に流れました。それから鉢に投げ入れて他の死体と一緒にしました。 さあ、今度は二番目の娘を連れてこよう、と魔法使いは言いました。また貧しい男の姿をしてその家に行き、物乞いをしました。すると二番目の娘が一切れのパンを持ってきました。男は最初の娘のように、娘にただ触れて捕まえ、連れ去りました。二番目の娘も姉と同じ運命をたどりました。 見たい気持ちに負けて、血の部屋の戸を開け、覗き込み、魔法使いが戻った時命で償いました。それから男は出かけて三番目の娘を連れてきました。しかし、娘は賢く抜け目がありませんでした。男が鍵と卵を渡し、行ってしまうと、娘はとても用心深く卵をしまって、 それから家を見て回り、しまいに禁じられた部屋に入りました。ああ、娘は何を見たことか。姉たち二人が残酷に殺されバラバラに切られてそこの鉢に入っていました。しかし、娘は手足を集め始め、頭、胴体、腕、足をきちんと揃えました。そして後何も足りないものがなくなると、 手足が動き始め、一緒にくっついて、二人の娘は目を開き、もう一度生き返りました。それから三人は喜び、キスし、抱き合いました。帰ってくるとすぐ、男は鍵と卵をよこせと言い、血の跡が何もないのがわかると、お前は試験に合格した。私の花嫁になってもらおう、と言いました。 今度は男はもう娘をどうすることもできなくなり、娘の望むことを何でもするしかなくなりました。まあ、いいわ、と娘は言いました。まず私の父と母にカっ一杯の金を持って自分で背中に担いで行ってね。その間に私は結婚式の支度をするわ。 それから娘は小さな部屋に隠しておいた姉たちのところに走って行き、姉さんたちを助けられる時が来たわ。あいつにまた姉さんたちを連れて行かせるのよ。だけど家へ着いたらすぐ私に助けをよこしてよ、と言いました。娘は二人をかごに入れ、その上をすっかり金で覆いました。それで二人は何も見えませんでした。 それから魔法使いを呼び入れ、サーカゴを持って行って。だけど私は小さな窓からあなたが途中で立ち止まったり休んだりしないか見ていますからね、と言いました。魔法使いはカゴを背中にあげ、しょって出かけましたが、とても重かったので汗が顔から流れました。そのため男は座って少し休もうとしました。 しかし、すぐにカゴの中にいる娘の一人が窓から見ているのよ。あなたが休んでいるのが見えるわ。すぐに歩いて行ってよ、と叫びました。男は話しているのが花嫁だと思い、再び立ち上がりました。もう一度男は座ろうとしましたが、すぐに娘は窓から見ているのよ。 あなたが休んでいるのが見えるわ。すぐに歩いて行ってよ、と叫びました。そして男が立ち止まるたびに、娘はこう叫び、男は歩き続けるしかなく、とうとう息を切らし、あえぎながら、金と二人の娘が入ったカゴを両親の家に運び入れました。ところで、家では花嫁が結婚式の支度をして、 魔法使いの友達に招待状を送りました。それから歯を剥き出している頭蓋骨を取ってきて、それに飾り付けをし花束を持たせ、2階の屋根裏部屋の窓に運び、そこから外を覗くようにさせました。全部の用意ができると、娘は蜂蜜の樽に入り、羽布団を切り開いてその中で転がりました。 それでとうとう娘は不思議な鳥のように見え、誰も娘だとわかりませんでした。それから娘は家から出て行きました。途中で結婚式のお客に何人か出会い、その人たちが訪ねました。ああ、フィッチャーの鳥さん、どこからここに来たんですかすぐ近くのフィッチャーさんの家から来たのよ。 若い花嫁は何をしているだろうか。地下室から屋根裏部屋まですっかりきれいに掃除して、今は窓から覗いていると思うわ。最後に、娘はゆっくりと戻ってくる花婿に出会いました。花婿も、他の人たちのように尋ねました。ああ、フィッチャーの鳥さん、どこからここに来たんですか すぐ近くのフィッチャーさんの家から来たのよ。若い花嫁は何をしているだろうか。地下室から屋根裏部屋まですっかりきれいに掃除して、今は窓から覗いていると思うわ。花婿は上を見上げ、飾り立てられた頭蓋骨を見て、花嫁だと思い、優しく挨拶をし、頭蓋骨にうなずきました。しかし、 花婿とお客たちが家の中へ入ってしまった時、娘を助けに送られた花嫁の兄たちや親戚の人たちがつきました。みんなは誰も逃げないように家の戸を全部閉め切って火をつけました。それで魔法使いとその仲間はみんな焼け死んでしまいました。今回の動画を楽しんでいただけましたか 謎に満ちた世界に少しでも興味を持っていただけたなら幸いです。もしこの動画が気に入っていただけましたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。あなたのサポートが私たちの次の動画制作の大きな励みになります。また、いいねボタンやコメントもお待ちしています。皆さんのフィードバックをいただけると、とても嬉しいです。それでは、次回の動画でお会いしましょう。 童話の教訓と魅力を一緒に探し続けましょう。ご視聴ありがとうございました。